1946年は日本の歴史において重要な年でした。この年は第二次世界大戦後の混乱からの再建が始まった時期で多くの重要な出来事がありました。1946年1月1日、昭和天皇は神格を否定する人間宣言を行い、天皇が神ではなく人間であることを公表しました。これは日本の民主化の一環として GHQ。 連合国軍最高司令官総司令部の指示の下で行われました。日本国憲法が交付され、翌1947年5月3日に施行されました。この憲法は民主主義と基本的人権の尊重を基盤としており、戦後日本の法的基盤を確立しました。戦後初めての男女普通選挙が行われ、女性にも選挙権が与えられました。この選挙では、締原基重郎内閣が総辞職し、 鳩山一郎が首相になる予定でしたが、公職追放により吉田茂が後を継ぎました。日本経済の安定化を図るために深淵が発行され、救援の預貯金が封鎖されました。この措置はインフレ対策の一環でした。東京で極東国際軍事裁判、通称東京裁判が改定し、戦争犯罪人の裁判が行われました。これには28名の永久戦犯が起訴されました。 戦後の食糧不足が深刻化し、各地で米よこせといったデモが行われました。また、労働葬儀が頻発し、労働組合の活動が活発化しました。日本で初めて婦人警官が採用され、警察の女性進出が始まりました。野球などのスポーツイベントが復活し、娯楽や文化活動も徐々に再開されました。漫画サザエさんの連載開始もこの年の出来事です。1946年の出来事。 1>, 1月1日、昭和天皇が人間宣言を発表し、天皇が神ではなく人間であることを公表しました。1月18日、南朝の公営を名乗る熊沢天皇が現れました。1月21日、GHQ が交渉を否認する覚書を発表しました。2月17日、新縁発行のため、預貯金封鎖の金融緊急措置令が交付されました。2月28日、 GHQ が映画の検閲を開始しました。3月11日、東京六大学野球連盟が復活しました。3月13日、警官のサーベルが廃止され、警棒が導入されました。3月18日、警視庁が、婦人警察官63人を初採用しました。4月10日、第22回、衆議院議員総選挙が実施され、戦後初の男女普通選挙となりました。四月十二日、 サザエさんが、有刊福日市場で、連載開始されました。5月1日、11年ぶりのメーデーが、救助前広場で開催され、50万人が参加しました。5月3日、極東国際軍事裁判、東京裁判が改定し、先般の裁判が始まりました。5月12日、世田谷区で、米よこせ区民大会が行われ、デモ隊が区内省に押しかけました。5月19日、 食料命令が行われ、25万人が参加しました。5月22日、吉田茂が内閣総理大臣に就任し、第1次吉田内閣が発足しました。6月22日、食料命令のデモで、経済にあたるプラカードが掲げられ、後に不経済規定が廃止されました。7月23日、衆議院に省委員会が設置され、憲法改正案の審議が行われました。8月10日、 教育刷新委員会が発足しました。8月15日、極東委員会が、日本の民事、刑事裁判権が、国連構成国の国民に及ばない旨を決定しました。8月19日、マッカーサーが吉田に、シビリアン条項の導入を求めました。8月24日、衆議院本会議で、帝国憲法改正案が修正可決され、貴族院に送付されました。9月27日、 労働関係調整法が交付されました。10月9日、GHQ が新憲法の精神を適用し、不経済の不基礎を決定しました。10月12日、日本史の授業が墨塗り教科書で再開されました。10月21日、農地調整法改正法と自作農創設特別措置法が交付されました。11月3日、日本国憲法が交付され、1947年、 5月3日に施行されることが決定しました。12月21日、南海道大地震が発生し、死者、不明者が1464人に達しました。1946年は、日本が戦後の復興と、新しい国の基盤を築くために、大きな一歩を踏み出した年でした。この時期の出来事は、現代の日本社会の形成に、深く影響を与えています。